Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Adapa, a creation of Enki in Elidu, now in Iraq. The myth of Adapa, also known as Adapa and the Fruit of Life, is a Mesopotamian story of the fall of man in that it explains why human beings are mortal. The god of wisdom, Ea or Enki, creates the first man, Adapa, and endows him with great intelligence and wisdom, but not with immortality. And when immortality is offered Adapa by the great god Anu, Ea tricks Adapa into refusing the gift. 今日の物語は、延期が君臨した都市、エリドゥと、そして延期が創造したアダパの物語です。そのアダパは、旧約聖書に出てくるアダムのことでした。ゼカリア・シッチンが解読した年度版が、アダパとアダムの間をつないでくれました。つまり、アダパの神話と旧約聖書の内容が酷似しているというレベルを超えて同じだったのです。となると、 ギリシャ神話では、プロメテウスが人間を創造したということになっています。その第一の人間がリオニソスということになっています。ギリシャ神話及びギリシャ彫刻は、それまでの神々の歴史をまあ立体彫刻として表したものです。また、プロメテウスイコール延期ということになります。こうして話がつながりました。延期イコールプロメテウス。 延期が想像したのがアダパ。プロメテウスが想像したのがリオニソス。そして、アダパの物語は、旧約聖書の中に出てくるアダムとイヴの話と同じ。つまり、アダパイコールアダムだったのです。アダパイコールアダム。アダパ、アダム。アダパ、アダムだったのです。今まで私は、エンリルを原点とするローマンカトリックと、延期を原点とするフリーメイソンを、 対立関係で考えてきました。が、対立していたのではなく、原点は同じだったということです。わかりますかアダパイコールアダムということになると、延期が想像したアダパが、そのまま旧約聖書の中のアダムとつながるということになるのです。ここでフリーメイソンとローマンカトリックの原点が一つにまとまるということです。つまり、対立をしていたのではなく、 原点は同じだった。それを繋いでくれたのが、粘土版ということになります。対立していたのではなく、原点は同じだったのです。さらに言えば、神々は、元は一つ、同じだったのです。こんな素晴らしい物語はありません。ビンゴが、喜んでばかりはおられません。延期は、エリドゥという都市に君臨していました。当時は、メソポタミアでは、都市国家を制度としていました。 が、そのエリドーは、現在のアブシャーレインにありますが、写真をご覧になっての通り、現在は完全に廃墟となっています。壊滅状態です。かつてはここには壮大な都市があったと思われますが、今は小さな丘とマウントが残っているだけです。学説によれば、川が氾濫して、エリドーは滅んだということになっています。あのモヘンジョダロも洪水で 滅んだと学者の先生たちは説明しています。が本当にそうでしょうか洪水で、石材で作られた都市が、つまり洪水くらいのことで壊滅するでしょうかそれはともかくも、エルドゥの廃墟を空から見ると、廃墟の跡を示す直線と、そして周囲を囲む深淵状の謎の痕跡が見られます。都市の中心から放射線上に不気味な直線が伸びているのもわかります。そうです。 核攻撃です。つまりこれほどまでの爆発力のある、まあ、痕跡はですね、核攻撃しか考えられません。エリドーの街は核攻撃を受けて掘るんだのです。ということまでは言い切れませんが、それを判断するのは皆さん自身です。少なくともこの深淵上の痕跡を見ると、洪水で掘るんだとはとても思えません。 これも林博史説ということになりますが、そうでないというのなら、皆さんはこの深淵上の痕跡をどう思いますかそんなことも考えながら、どうかこの動画をお楽しみください。古代メソポタミア。何やらこの辺りでも大変なことが起きたようです。では、画面を見ながら説明します。では、皆さんをエリドゥの街へ 案内します。まあ、町といってもですね、当時は都市国家制度を敷いていましたので、都市そのものが一つの国家であったわけですね。そのエリドゥ、まあ、エデンとも、まあ、旧約聖書の中では呼ばれてましたけども、そのエリドゥに君臨していたのが延期ということになります。まあ、これがエリドゥの町ですけども、周囲にこう、まあ、深淵状の縁が、まあ、見えるのがわかりますか で、これが何かということなんですよね。で、どうしてこんな痕跡ができたかっていうことになりますけども、ちょうどエリドゥの街をですね、取り囲むかのように、この縁があるということです。で、これだけのまあ都市をですね、にまあ、崩壊させ、そしてなおかつ、周りにこの深淵上の痕跡があるってことになりますと、私は当然って言いますか、帰結として核攻撃を考えます。 まあこのように直線上の痕跡も見られます。上、まあ、壁か何かの後でしょうね。で、空から見るとこういった痕跡も残っていると。まあそういった状況です。で、これがその、まあ空中撮影の写真です。これはまあこうして直角の部分がよくわかりますね。で、現在のエリュードです。まあ、壊滅状態なんですね。で、なぜこうなってしまったか。 ってことも一つの大きな謎ですけども、これがエリドゥです。で、このエリドゥに延期が住んでいて、延期が人間を創造したと。そういうことになるわけです。その最初の、まあ、想像した人間がアダパってことになるわけですね。で、この物語、これからの紹介しますけども、ゼカリア・シッチンが訳したと言いますか、年度版のアダパの物語ですけども、その物語と旧約聖書の内容が一致します。まあ、ゼカリア・シッチンです。 まあ、2010年、今から5年前に亡くなりました。で、シーチンがですね、年度版を訳した。これが、この年度版がですね、一番左にいるのがアダパーです。右にいるのがアヌオということになります。まあ、もう一度お見せしますと、一番右にいるのがアヌオですね。で、アダパーがですね、南,の南風の 翼を追ってしまったことによってですね、アヌ号の前に呼ばれて、まあ、罰を受けるかどうかという、まあ、審判を受けている場面と考えられます。で、任意したというのは、ひょっとしたら、人振るさんがのことだと私は考えています。まあ、ともかくものこの延期がですね、エア、まあ、エアとも呼ばれてはいたわけですけども、エリドゥの町の保護神、なあち、まあ、あ 応答として君臨したわけです。まあ、アダパを連れてきた別の絵ですね。で、第1とから第3までの年度版を、まあ、全文翻訳していました。ただ、あの、大変英文が何回と言いますか、文になってないんですよね。まあ、そのまま、その年度版の文字を、まあ、 何かの言語に訳して、さらにそれを英語に置いたっていうだけの感じでしてね。あの、まあ、女児誌にはなってるんですけども、えー、意味が不明なところが多いです。まあ、あの、できるだけ直訳してですね、まあ、私何の解釈ができるだけ加えないようにして翻訳していました。で、全体をですね、ざっと読んでみますと、あの、話のストーリーがなんとなく浮かんでくると。まあ、そういった内容ですね。まあ、これが年度版の第1、第2、第3のタブレットの原文です。 まあ、いろいろ訳されてはいるみたいですけどもね、まあ、原文を一度皆さんにも見ていただいた方がいい,い,いんじゃないかと思いましたのでそのまま載せることにしました彼アダパは沈黙を守ったアダパはアヌオのごとき命令したエアはアダパにその土地の運命を左右する広い耳を与えたエアはアダパに 知恵を与えたが永遠の命は与えなかったその頃賢い人はエリドゥだったエアは人間の蝶としてアタパを作った誰も逆らうことのできない賢い人アヌンナキの中でも分別があり最も賢かった油の染みた清潔な手の 誰にも責められない神の像の像観察者パン屋と共にパンを焼いたそれからエリドゥのアダパエアーが彼の部屋の彼のベッドの上にいる間欠落アダパは毎日エリドゥのクロージングの世話をした新しい純粋なダムの上に 新月のダムにアダパーは船を出した風が吹き彼の船は沖を離れたオールを使ってアダパーは広い海に出たその時南風が欠落私は言った南の風は私を神の家へと吹き合ったなんという 南風その途中何時のすべてを欠落その翼を折ってやろうアタパがそう口で言った時南風の翼は折れた7日の間南風は陸地では吹かなかったアヌ王は彼のメッセンジャーのイラーブラートを呼んだ どうして七日間も南風は陸地で吹かないのかとあの王のメッセンジャーのイラブラとは答えて言った「主よアダパつまりエアーの息子が南風の翼を折ったからです」とあの王がこれらの言葉を聞いた時あの王は叫んだ「何だと?」 アヌ王は彼の王座に登った「誰かアダパを呼んでこい!と」と天国を知っているエアーのようにアヌ王は彼を起こしたアヌ王はアダパに喪服を着るように命令したアヌ王はアダパをつかみ枢機卿のところへ連れて行った アダパアヌ王の前でお前は天へ行くことになるとお前がやってきた時お前がアヌ王のドアに近づいた時アヌ王のドアのところにタムズとキシジタがいる彼らは何時を見るだろう彼らは何時にカッカと尋ねるだろうアダパ 何時は誰のために現れるか誰のためか何時は喪服を着ているか私の国では二人の神が消えた。それゆえに私もだ。誰が二人の神なのか誰が陸にいるのか消えただとタムズとキシジタと彼らは互いを見た。 驚くがよい、良い言葉。彼らはあの王に話す。あの王の落ち着いた表情。彼らは何時を見せるだろう。何時があの王の前に立ったとき、彼らは何時の前に死の食物を差し出すだろう。食べてはならぬ。死の水を 何時の前に差し出すだろう飲んではならぬ。彼らは何時の前に衣服を差し出すだろうそれを身につけろ。彼らは油を出すだろうそれは自分に塗れ。お前に与えた助言人のことを忘れるな。ここで話したことはしっかりと受け止めろ。 アダパは南風の翼を追ったアダパをここへ連れてこい彼はアダパに天国への道を作ったそして彼は天国へと登ったアダパが天国へやってきた時アダパはアヌ王のドアに近づいたアヌ王のドアのところにタムズとキシジタが立っていた 彼らがアダパを見たとき、彼らは叫んだなんということだあなたはどうしてそのような姿なのかアダパどうしてあなたは喪服を着ているのかその国では二人の神が消えたそれゆえに私は喪服を着ているその二人の神というのは誰か誰が 陸かから消えたというのか「タムズとキシジタ」と彼らは互いを見た驚いたアタパがアヌ王の前にやってきた近くへ寄ったアヌ王はアタパを見たアヌ王は叫んだアタパこちらへ来いどうしてお前は翼を折ったのか 南風の翼をとアダパはアヌ王に答えて言った海の真ん中の私の主の家のためです私は魚を釣っていました海は鏡のようでした南風がその時吹いて私を巻き込みました私は主の家まで吹き飛ばされました私は心底を怒りました 私は注意しました。タムズとキシジタは答えた。あの王にそうですと。彼らは話した。アタパは自分を落ち着かせた。彼の心臓は欠落。なぜエアは不純な人間に天と地の心を明かしたのか。 彼の中に作り上げた彼に名前を与えたアタパをどうしましょうか「命の食物アタパのところに持ってこい」がアタパは食べなかった「命の水アタパは飲まなかった」「衣服を持ってきた」「アタパは自分でそれを着た」 オイルを持ってこさせた。彼はそれを自分で塗った。アヌ王はアダパを見た。アヌ王は不思議そうにアダパを見た。こちらへ来いアダパ。なぜお前は食べないのか、飲まないのか。そんなことをすれば生きられないぞ。私の主のエアーが飲むなと言った。 彼を連れて行け地上に戻せ彼を見張れアヌ王がそれを聞いた時心の中で怒りながらアヌ王が送ったメッセンジャー彼は偉大な神々の心を知っていたエア王へ。オーエ やってくる彼に対して言葉が生まれる彼に対してエア王に対してアヌ王はメッセンジャーを送った広い耳を持ち彼は偉大な神々の心を知っていた天の神々そこに固定された彼は土で汚れた衣服を彼に着させた 彼は彼彼に模服を着させた。彼が彼に言った言葉「アダパあたぱよアヌ王の前へあなたを連れて行く」「命令に従うな私の言葉を守れ汝が天にやって来てアヌ王のドアにやって来た時タムズと岸シがタが、 アヌ王のドアのところに立っていたアダパと植物の木として知られているアダパの神話は メソポタミアでは人間の堕落の物語であるその中で人間がなぜ知るのかその説明をしている知恵の神エアーが最初の人間アダパを作ったそしてアダパに偉大な知能と知恵を授けたが不死は与えなかった そしてアヌオがアダパに不死を与えようとした時エアーがトリックを使ってアダパにそれを拒否するようアダパにトリックをかけた神話の中では直接的には説明していないがこの点についてのエアーの理由付けは聖書の創世紀におけるヤーウェイの話に 類似しているるように見えるつまりアダムとイヴが善と悪の知識の木 The tree of the knowledge of good and evil を食べたことで呪いをかけられた後のことであるヤーウェはアダムとイヴが命の木を食べる前にアダムとイヴを追放した見るがよい 私たちの一員として人間は善と悪を知るようになったが手を伸ばし命の木を手に取り食べそして永遠には生きさせないようにしたそれゆえに主なる神はエデンの庭から彼を追放した創世紀第3章22から33もし アダムとイブが不死であったならヤーウェイと同等になったであろうそして神の地位は失われたであろうそしてこのことがアダパの神話の中におけるエアーの同じ理由付けになっている創世紀の神話の中で その木を食べることによって人間は自分のために知識を身につけた。メソポタミアの神話の中では神エアは創造の過程で人間に知識を与えた。アタパが十分賢いことを知ったので創世紀から後の物語の中のヤーウェイのようにその人間を自分のもとに置く必要があった。 アダパ、エンキエアはエリドゥの町の保護神であった神話によればアダパはエリドゥの町の王であったある日アダパはペルシャ湾へ魚を釣りに行ったその時突然南の風が吹き彼のボートを巻き上げ彼は波に 飲まれた「このことを怒こってアダパは南風の翼を折ってしまったそして7日の間南風は吹くことができなかった空の神のアヌはこのことに起こりそれを説明するようにアダパを自分のところに呼びつけた」。 アダパは神々の裁判でどのように振る舞うべきかエアーに相談したエアーはアダパの父神にして創造主であったのでアダパはエアーを信頼して真実を話したしかしエアーはアヌ王が 永遠の命の食べ物と飲み物をアダパに与えるのではないかと心配したでエアはアダパに永遠の命を受け取らないようにと確認させたアダパは彼らのことを覚えているつまりアダパが彼らが誰であるかを知っている 欠落を教えることによって最初にエアーは門番のタムズとギシダ、使と再生の神にへつらうように話したアタパが言われたことをすると門番は難なくアタパを通過させたそしてあの男に対して好意的に報告した。 アダパがアヌ王の前に出頭するや否やエアーはアダパにこう告げたアヌ王が差し出すどんな食べ物も飲み物も飲んではいけないそれらは南風の翼を追ったことに対する罰としての死の食物であり死の飲み物であるからだ がエアーはアダパに対してただ自分で使うオイルは受け取ってよいし差し出された衣服は受け取ってよいと言ったこうしてアダパはエアーにより知恵と知識は与えられましたが同じくエアーつまり延期によって命の木つまり永遠の 命は授けられなかったということになります話をつなげますで最初にゼカリア・シッチンがですね年度版を訳したとそしてその身が旧約聖書の内容であるとでさらにギリシャ神話の内容ということになります で、これらを3つ並べてみますと、大変興味深いことがわかります。なあち、年度版で作る延期というのは、まあ、プロメテウスですよね。間違いない。これは、あの、人間を想像したということになるわけです。で、延期は、アダパを作り、プロメテウスは、リオニソスを想像するわけです。作り上げるということですね。 延期はアダパー。そして、アダパーはー、旧約聖書の中ではアダムという話が一致しますからね。ネ度版と旧約聖書の話が一致しますから、アダパーイコールアダムということになります。すなわち、アダムイコールリオニソスということになるわけですね。こうしてつながっていくわけです。そして、あの王はヤーウェイということになるわけですね。まあ、あの、キリスト教側はですね、ヤーウェイが誰であるかということは言ってませんね。エルシャダイ、全知全能の神。 エル、神ですね。社代は全知全能という意味です。エリドゥがエデンということになります。そしてそれが、ギリシャ神話ではエリジウムとなって、先ほど言いましたように、ベートーベーの大工の中で、うん、デル、ステーフォー、ごめんなさい。そのエリジウムという言葉が出てきますね。その、まあ、で、ヤーベが、まあ、誰かわかりません。それはあの、ガイアかなと思ったんですガイアはね、あの、女性、 女性心ですからね。まあ、リオニソス・バッカス。まあ、ローマ名はバッカスですけども、ちょっとあのわ脇道されますけども、これがプロメテウスです。あの、プロメテウスの像は、 私が探した限り、これ一体しか残ってませんね。まあ、ローマ彫刻には馴染めなかったんだろうと思います。何しろ、あの、ローマ、いわゆるカトリックの方では、ルシファー、最悪の悪魔と、サタンと位置づけられていました。ですから、まあ、こうした、プロメテウスの像は作られなかったものと私は考えています。左がプロメテウスです。そしてこれがですね、プロメテウスが最初の、まあ、人間、すなわちリ、オニソースを作っているところ、すなわち、アダム、すなわち、アダパーということになるわけですね。 そして、この、これがディオニソースです。まあ、バッカス。武道士の神とも呼ばれています。胸が大きいのがバッカスの特徴です。そこはちょっとあ、あの、頭に入れておいてください。そして、このバッカス、いわゆるディオニソース、バッカス像がですね、やがて自由の像の原型となっていきます。で、これはまあ、右三つはですね、縦、鉄はこれはバッカス、ディオニソース像です。えー、ローマ名がバッカス名ですね。 で、この像がですね、特に真ん中の像が基本となって、自由の像、いわゆる、まあ、ニューヨークの、まあ、ハドソン湾に、まあ、あの、立っている自由の像へとつながっていたと考えられます。なあ、ちですね、まあ、自由の像はですね、プロメテウスを元にして、そしてバ、バッカスの像を、それ二つ合わせて自由の像になったと考えられます。 というのはですね、プロメテウスは足に鎖を巻いてますね。それはあの、バッとして脳に放たれる、鎖をつけられてのに放たれる。それから自由の像も足に鎖を巻いています。この鎖が一つの重要なポイントとなりますから、注意してください。一番左のプロメテウスも足に鎖がついています。そして自由の像も足に鎖がついています。こうして、まあ、繋がっていくわけですね。なあち、プロメテウスを表現しながら、も像は、ディオニソスの像を使って作られたのが自由の像ということになります。 これは林広氏の解釈。まあ、林広氏説ということになります。まあ、本来はこのプロメテウスの像をあの立てたかったんでしょうけども、フリーメイゾンもね。しかし、まあ、先ほど言いましたように、プロメテウスの像というのはありませんので、で、まあ、顔もよく似てる。ですから、ちょっと暗号が細いかなって感じがしますけどもね。あの、こうして繋がっていくわけです。そしてですね、これはイギリス王室の紋章ですね。 ここにもやはりこのユニコーンの足に鎖が巻いてありますかね。体に鎖が巻いてますね。このユニコーンというのは言うまでもなく塩基の、あの、いわゆる象徴的な動物ということになります。そして左がライオンですね。これはライオンはエンリルの象徴的な動物ということになります。そしてこの鎖で繋がっていきます。 プロメテウス。それから、ジオの像。そして、ユニコーンの。まあ、あの、イギリス王室はですね、ライオンを頂点で描くということは、エンリル派の王室ということになるわけです。それと同じものが、まあ、これはあの、たまたま荒野さんこの前行って、今後無事で撮ってきたんですけども反、反転してますと、並び方が同じになります。向かって、右側に、えー、角ならユニコーンですね。そして、左側に、ライオンの像が描かれています。このライオンの像が日本では、不動明王となるわけですね。それから、二王像となっていくわけです。まあ、怒ってるから、ああいう顔じゃなくて、もともとこういう顔だってことです。 そのことはですね、ミトラ教の神事の中に出てくる、まあ、エンリルの顔と比べてみると大変よくわかります。ここに角があるのわかかりますか これはユニコーンだという証拠ですね。ですから、コマエヌというのは右に向かって、まあ日本は逆になってますけどね。あの、向かって左側にユニコーン、右側にライオンということになります。下がですね、ミトラ教の真珠の様子です。で、この真珠の中央に、まあ、ミトラ像を飾ってますけども、その下にタイマ飾ってますから、ゾラスター教ということになるわけですけども、この、まあ、ライオンの顔のエンリルと、それから、三角の模様、三角のシンボルマークがありますね。これが、後のフレーメーソンのシンボルマークへと繋がっていきます。なあち、エンリルの方はローマン化 トリックに繋がりそして延期の方はフリーメイソンリーエイと繋がっていくわけですこうして神々の歴史が現在にも続いているということですよね決して途切れているわけではありません で、今度は逆に、まあ、これ戻ってみます。えー、こうして、まあ、戻ってみますと、そ、最後に、まあ、ここに残るのが、ここへ来るわけですね。そして、もう一度言いますと、プロメテウスとあ、手からディオニソスを足した像が、自由の像だということになります。で自由の像はもともとは、プロメテウスのうち、延期自由のシンボルですね。人間を改造した人間側から見れば恩、恩人ということになるわけです。そして、この像がですね、まあ、形もよく似てますね。そして、胸が大きいというところも似ています。 まあ、ディオニソスは他の像を見てくださいと分かりますように、まあ、あの、胸が大きいです。で、このように、まあ、あの、ミケランジロのフォトは、あの、いわゆる、まあ、バッカス像も胸が大きいですねあ。ディオニソス像も大きいですね。まあ、あの、そしてこの髪の毛を見てください。髪の毛が垂れてますよ。このあの、自由の像も髪の毛が垂れてる。これは決定的ですね。で、アダパイコールディオニソスイコールアダムだということです。これ、塩基ですね。そして、塩基からもう一個でまとめてみますと、塩基がアダパを想像すると。 そして、アダパは塩基の創造物である。まあ、延がアダパを作ったっこところで、プロメテウスがディオンリソースを創造します。で、こうして繋がるわけです。なわち延期とプロメテウスは、 同じですからね。これは延期イコールプロンペティウスです。そして、今回、まあ、お見せしましたように、シッチンの解読した第1から第3サブレットの中に出てくるアダパーというのは、あの話は、旧約聖書の中のアダムとイブの話と一致する。すなわち、アダパーイコールアダムということになるわけです。これで、神々が全部繋がりました。ビンゴーですね。気持ちいいですね。そして、まあ、アダパーイコールアダム。 アタパ、アダム、アタパ、アダムですね。まあ、要するに、アダムイコール、アダム、アタパイコール、アダムということになりますと、えー、すなわち、まあ、元はですね、えー、現在でこそ、対立関係にありますけれども、フリーメーソンリーも、それから、旧約聖書なり、ローマンカトリックの方へつながっている流れもですね、原点は同じ、すなわち、一人の神へとつながっていくということですよね。今まで私は対立関係に考えていましたけれども、これで、まあ、神々は一つということが分かったわけです。 まさにビンゴーですね。まあ、あのー、私もほっとしました。もう神々は最初から対立していたわけじゃなくてね、まあ、途中で、ま、あ何て言いますか、教義の解釈の仕方などによって対立していったんじゃないかと思います。特にあのー、イシタルとね、シャーマシュがキリスト教を立ち上げる前後から、まあ、対立関係に入ったものと私は考えています。すなわち、これが私が皆さんにお見せできる、まあ、素晴らしい神々の物語ということになります。が、 ここで終わったんでは、まあ、いけませんね。で、では、一つ恐ろしい話をします。その、先ほど、延期の、まあ、君臨したと言いますか、延期が作り上げた、エリドゥの街にもう一度戻ってみます。まあ、ここにエリドゥがあります。エデンですね。エリジウムですね。なわち、これがエリドゥの都市です。この都市の周囲をもう一度見てください。これがエリドゥの都市です。 中心に円,円形のものが見えてきますね。この円形に気がついた人は今のところ私は知る限りいません。またこれがですね、核攻撃によるものだと唱えた人も一人もいません。今まではですね、ヘンジョダロだけがクローズアップされてきましたけども、 こうした都市もあるわけですね。この周りに出てきました。私これ初めてですね、何かのこう、間違いじゃないかと思って何度も見たんですけども、いろいろ色を変えたり、明度を上げたり下げたりね、コントラストを上げたり下げたりしましたら、このような円形が浮かんできました。そしてその中心からですね、放射線上に痕跡が残ってますね。市内半島と同じように、まあ、灰白色の痕跡が残っているということです。これをですね、どのように解釈するかは、まあ、私たちの問題かと思いますけども、まあ、こうしたですね、まあ、 エリドゥ、核攻撃説というのは、まあ、林、広し説ということになります。まあ、これから、どのように展開されていくかわかりません。まあ、ともかくも、こうした、まあ、エリドゥの街がですね、一瞬にして消えてしまったということですね。勝手は、エデンと呼ばれた美しい街です。そして、ベトーベンが大工の中で歌いましたね。フロイデー・シャーヌ・ゲッテル・フンケント・ホテル、エリーム。このエリーゼムですね。いわゆる、理想郷、楽園のことです。それがですね、一瞬にして滅んだということです。 まあ、いかがですか。ということで、えー、今日のビデオ終わりますけども、素晴らしい話と恐ろしい話を二つしました。バ、uh, イ